今回ですね、この我々のね、これから中心となる、保健室なんですけど、ちょっと物足りないじゃないですか。なんかちょっとエンタメ性が少ない。まあ、確かに保健室っていうので、まあ多少のエンタメ要素あるんですけど、まあちょっと上になんかつけたいなってことで、人気投票を行うことにしました。はい。人気投票です。で、人気投票で1位になった人の顔を上にくっつけます。はい。この動画が出る頃には残念ながら人気投票終了してます。はい。あ、すいません。ちょっといろいろ考えてみたんですけど、動画上でね、人気投票するとか考えたんですけど、動画上で人気投票したら、人気投票するのがパート3だとしたら、人気投票の結果開示が多分おそらくパート13とかになっちゃうんですよ。10パートもここを放置するのみたいな感じになるので、今回、まあ、Twitter と見るダムの方で、アンケートを、行うことに、してます。はい。で、アンケートの結果開示は、パート5で、結果開示します。で、パート4は、またちょっとね、アンケートの全く違ったことをするっていうふうな、ちょっとアンケートする時間というか、取ってる時間ということで。で、ただいまですね、まあ、アンケートを貼ってから、時間がですね、だいたい1時間ぐらい経過したところなんですよ。1時間で回答数16,410件と、ぐらい、集まってます。で、ちょっと順位の方をですね、現状の順位、暫定1位から8位まで、ちょっと開示するんですけど、まず、8位、芋虫。本当に ?8 位で芋虫来る ?8 位で芋虫が入ってみたいです。コウタン何回入れてんだこれ。多分コウタンが相当入れてるね。多分そういうのだと思います。そして7位。7位は、ナッツさんです。はい。ナッツさん。まあ、ナッツさんはわかるよね。ここら辺にナッツが来るっていうのは。なんとなくそんな気がする。そして、6位。先駆け。嘘でしょ嘘でしょ先駆け嘘でしょここで先駆けが来る5位、ファマス。まあ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 、まあ、ファマス来るだろうと。じゃあ5位ファマスって言ったら、あと上4、3、2、1どうなんだっていうところなんですけど、4位、たい焼きです。4位たい焼きって、ちょっと意外じゃない実はたい焼きが4位なのみたいな。たい焼きって2位か1位かなと俺思ってたんだけど、4位がたい焼きらしいです。そして3位。3位、ごどん。ごどんです。はい。ごどんだよ。これもちょっと組織票の匂いがするけどね。まあでもまあわからんくもない。理由キッズたちの子。そうですね。ごどんくんが、キッズをコントロールして、るようです。そして、2位。2位。2位発表します。ダラ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 。でーん。ウミナでーす。2位ウミナでーす。はい。ちょっと、なんで不正っていうのわかんない。もしかしたらめっちゃ人気あるかもしんないじゃん。ウミニャが。わかんないよ。わかんないよ、そんなウミニャが人気かどうかなんて。2位、ウミニャですね。そして、1位はですね、ヨッシーです。ヨッシーです。なにここ。よっちゃんが作った、カナリアホが住み着いてる。お前、ヨッシー。お前、いつの間にお前店員になったの ?1 位はヨッシー。納得のヨッシーです。はい。ウミニャが2位で、それを追いかける形になってますね。はい、そして、ちょっとせっかくだしね、最下位の発表もしていきましょうか。最下位も今のうち、ちょっと暫定最下位を発表しましょう。はい、暫定最下位は、こちらデポンくんです。はい、暫定最下位ですね。おめでとうございます。デポンくん最下位です。いやー、なるべくしてなったという風な、感じですかね。これはもう完全に。一応票数、得票数なんですけど、あれ違うな。デポンじゃないな。ごめん、デポンじゃないですね。あ、違うわ。デポンじゃないわ。ごめんなさい。ちょっとなんか間違ってました。はい、情報は間違ってました。はい、ゆうどんくんです。ゆうどんくん8票です。8票。すごいね。8票も入ってる。ちなみに1万7000票あって8票です。すごいね。よかったじゃん。すごいね。すごいね、ゆうどんくん。あともう一個あってね、もう一個面白い話があって、なんでその人にしましたかみたいなのがあってですね、いろいろあります。はい。一番ね、ちょっと面白いなと思ったのが、ヘロンって人いたの覚えてます？ヘロンっていう子がいたんですよ。ヘロンくんに1票入ってまして、なんだろうこれ。入れた理由、ノリがいい、目立たないけど他の人にとても優しい、自分よりも他のことを気にしやすいところが好き。まあ、ここまではわかると。その後ちょっと気になること書いてあるので、相談に乗ってくれたことに今でも感謝して、相談に乗る？なんだろう、相談って。相談に乗る。匂わせられてる感じかこれ。あと、レテンさんに投票した理由、かわいそう。
あとはいじめられててかわいそうなので、なんかほんとかわいそう票しかないかもしれないですね、レテンさんは。ほとんど、あとは陰キャだから、自分と同じだから、無職でかわいそうだから、多分自己投影してるのかもしれないね、これ。おそらく自己投影の類でしょう。他面白いのあったかな。あ、イモムシさんがなんでこんな上にいるかって言うと、大体行為も尊いとか、そのカップリングが尊いとかですね。やっぱりカップリングが生きてきたかなっていうところですかね。他が、あと柴さんマグバイ、投票理由、人ってたくさんいるからみんなに愛されてるっていうのは無理な話を、特にアンチほど声大きかったりして目立つ傾向あるから気楽に生きるのが一番よ。留年してしたら勉強も手伝うからね、元気出してっていう理由で入ってますね。あの これ同じ理由でめっちゃたくさん入ってます。無限に、ほんと無限に入ってる。あの、それ大量にそれが入ってますね、その票が。あとカイキングも、あの、同情票が多いです。かわいそうだから、かわいそうってどういうこと。かわいそうだから人気投票で入れてあげようみたいな。ジャダムの投票理由、昔から参加者ってだけでフューチャーされてるんだと、ジャダム未来に行ってる、フューチャーされてるんだろうと思っていたが、会に進むにつれてセンスが溢れる言動が多い。あ、ジャダムだけね、なんかすごい褒められまくってんだよね。ずっと面白く評価も高い。君に利用されるだけで終わらず、自分から企画するといった行為に、なんか行為もなんか評価できる。フューチャーされてる。未来行ってるよ。ジャダムフューチャーされてる。あと、ライフオンマーズくん。皆さん知らないかもしれないですけど、ライフオンマーズくんへの投票の理由、知らんやつやけど仕方なく無名そうだったから選んでやった、後で DM かなんかで感謝しろよ、謎にマウントを取られる。まあこんな感じでですね、投票が行われてます。またね、投票が集まり次第パート5で、公開していこうかなと思いますので、まあ、ぜひぜひ楽しみにしててください。2パート先です。でね、自分も投票に参加したいっていう人は、生放送を追っかけることとツイッターを見ておくことを、まあ、おすすめします。生放送追っかけるのはもう長すぎて無理なので、ツイッターを、俺のツイッターを追っかけてたら、まあ情報はつかめるかなってことで、はい。そして、さあ50人クラフト入っていくわけですが、そう、ちょっと50人クラフトの方向性の話をねちょっとだけするんですけど、裁判所的なのを作りたくて、まあ、裁判所じゃなくて今回は議会にしようかなと思ってるんですよ。議会にして、例えば小太郎と、カナリアどっちが悪いみたいな、多数決して、悪い方を処刑するみたいな感じにしようと思ってます。でそれをするとなると、どこに作るかっていうことなんですけど、近い方がいいかなってことで、もうちょっとここに作ろうかなと思ってるんですよね。この、 あの施工予定地をちょっと赤くちょっと立てますね。ここなんですよね。ここに建てようかなと思ってまして、なんかちょっと建物が少し邪魔になっちゃってるんですよね。だからここをちょっとさら地にして立ち退かせてもらいましょうか。はい、ちょっと全員ちょっと集まってください。ここちょっとだけ整地して、誰が作るかな。裁判所誰が作ったんだっけ。裁判所誰だっけ。裁判所作った人に作ってもらった方がいいんじゃない。どうする、県税だったっけ。俺が作った、あ、ジャダムか。ジャダムが作ったのか。じゃあここの資源全部ジャダムのにする。じゃあこれ作るとき使うでしょ、この資源あったやつ。じゃあここ全部じゃあジャダムのにしようか。あとね、そうプラスで味噌スープとか、その粒、まあ、粒がもまあそうなんだけど、ちょっと、まあ、あのゴム拾いの芝とか、まあ、割とこうキャラ付けがされてきたので、彼らには同じところに住んでもらおうかなと。こう GM 一歩手前の人たちは、このサーバーにいるね女キッズと一緒に住んでもらおうかなと思って、そのメスガキと、そのメスガキの騎士団、この辺のメスガキの騎士団たちはここに住んでもらおうと思ってて、あとアキラなんか剣とかつけてるけど、メスにしといてね、アキラくん。メスアキラにしといて。もう剣じゃないよ、残念だけど。メスアキラだよ。メスアキラ、あの解明しといてください。ここだから、アキラくんの土地。メスアキラでよろしく。剣剥奪です。はい、メスアキラでお願いします。あのアキラくんはね、メスガキにこう好きとか会いたいって送っちゃって、で、メスガキがかなり困って、なんか、やばい、なんか変なのやばいんだけどこの人みたいになっちゃって、俺のところにちょっと助けてほしいみたいなのが垂れ込まれたという、ちょっとかわいそうな子です。はい、じゃあここ整地して、ここに誰が建てるよ。でもジャダムはでもジムの建設忙しいもんな。誰か暇なやついねえかな。誰か建てれそうなやつ、裁判所っぽいの建てるやついないかな。誰か、よし、
ペンペ君がやってくれることになりました。ペンペ君にここに作ってもらいましょう。なんだこりゃ。ここがあれだね、白クマメロンショップのところまでは壊さなくていいよ。ここまでしか階段いらないから。あ、メロンショップが、また建てればいい。白クマメロン、はぁ、来たのに。あ、じゃあこれプニクマのショップか、これ。プニクマ、は？そう、お前ら小太郎組になるのか。まあいいじゃねえか。ユテラっていうこの小太郎の偽物と、このプニクマっていうのと、あ、小太郎どこ行ったの？小太郎？あ、小太郎と、このヤギさん。こいつらみんなで地下に住むから、まあ、IQ 低い連合だね。あれ？アボボも？ IQ 低い組に入るのか。で、マチャカリも入ります。これは奴隷だね。はい、じゃあちょっと多少整地したら、あとはペンペが作ってくれるから、ペンペ最初にもうか、めちゃくちゃ簡単なさ、議場でいいからさ、なんかみんなが座るところさえあればいいから、最初はもうほんと、青空議会でいいよ。で、議長なんですけど、議長は、その、コマンドのね、投票システムを作る人、西戸くんに議長をしてもらおうと思います。西戸議長が、投票を、まあ、宣言して、管理すると。シーズン1ではですね、ちょっとひどい、グダグダ裁判しかできなかったので、この議長にね、円滑に運営してもらいます。あれ、イモムシ、二人の家は？二人のお家は？もうメスガキランド付近で、多分いいと思うよ。ここに二人で。二人の家を作ろうよ。建設予定地ある。二人の？とうとう！どこ？で、二人の家は？あ、そんな遠くに二人っきりで住む場所作んの？マジ？あ、これか！うわぁ！これ一人で住むには大きすぎないか？これ本当に一人で住むの？大きすぎん。一人で住むにはちょっと。よっしゃあ、二人の家にするか。イモムシのお母さん、親が、なぜか海外に長期間出張し始めて、実質一人暮らしみたいになるみたいな。ので、コウタンがご飯作りに来るみたいな。よし、じゃあそれでお願いします。どうしたどうしたどうした、なんで急に何？コウタンとイモムシの話出したら急に来た。リリイモコウがいいって。イモコウ派か。リリ地雷だな。お前何やってんの？それ、たい焼きがね、パート5まで来ません。なんで、一人でちょっと今じーっとしてます。隅っこに。イカオが作った、決闘の橋。あ、これイカオが作ったんだ。一瞬でみんな忘れると思う。はい、こっちの様子はどうですか？ここだね。位置関係。旧メンバーハウスどうなってるんですか？あれ？影薄いやつしかいないじゃん。ユタか。あ、いたいたいた。次見に行こう。あー、ここがアトラス組か。アトラス組なんかガードいるんだけど、入っていいっすか。なんか こいつらだけなんかすげえ充実していきそうだな。なんか治安が守られてる。壁に囲われて。あ、そう、ノルノル畑もここにできるのか。シーズン2のノルノルさんもアトラス組だからね。ノルノルさんとインキャとビッキーと、あれ、タヌキは？テスタヌキどこ行ったの？いないのか。トシ君さ、さっきから俺にさ、くっついてきてるけど、トシ君、もしかして、誰も仲間に入れてくれなかったのか、初動で。そうか。あれか、このアトラス組の周りにいて声かけられるの待ってんのか。トシ、この辺うろうろしとけ。入れてくれるかもしんねえぞ。あダメだなんか野良犬いたわそうだな、じゃあちょっと一緒に回るか、トシ。このスラム街しか残ってないぞ、もう。ここスラム街で、ランキングね、人気投票ランキングで下位になった人たちはこの辺でスラム街で生きてもらうことにしてるんですよ。無名しかいません。見てください、これ。アモモモって誰ですか？これ誰ですか？これだ、ちょ待って、本当に誰？ちょ待って、ガチの誰？ごめん、誰？アモモモモって誰？え、誰これ？え、無名難民キャンプじゃん。誰？アモモモモって。これクラッピーとかさ、これオツ、やばくない？ここら辺やばくない？マジで。マジ、この辺わけわかんないよ、もう。難民キャンプだね。
野茶ちゃん何やってんのお前。なんか帰ってきてる。あそこやめたのかも。野茶ちゃんこっちでいいよ。ゴムハム家。今日今ゴムハムいないんだけど、ゴムハムくんがね、またちょっと NHK 的な組織を作ろうとしてるから、ゴムハ、野茶ちゃんと、あとカナツー。カナツーはここで。ザグーはね、コタロウが引き取ることになりました。お前ら仲間だろお前ら争うな。君たちはじゃあここで、お願いします。ここはね、建築税。ケン・アキラ。あれ？お前、メス・アキラだろ？ダメダメ。ケン税のとこ来ちゃダメだよ。メス・アキラなんだから。向こう、向こう。こいつら、どうかな？この建築組に入れてやってくんねえか。建築でき。そう。あと、この建物か。こんな一等地にさ、バナナビルなんて建てていいのか？強制収容所。おやめろ、粒！早い！決断が早い！怖そう。じゃあ、バナナ、ここ。ここも差し押さえ。もう差し押さえします、ここ。ちょっとダメダメ。差し押さえ。もう差し押さえ物件は、ランキング上位になったら、ジャダムとバナナランキング上位の方に渡すんで、これ。ジャダムとバナナ。どっちがランキング上位になるかだな。まあ、わかんないよね。バナナかもしんないし、そこは。ジャダムバーサスバナナで、ランキング上位の方にこれ渡すので。もうちょっと一等地すぎる。うん、差し押さえです、ここ。この筋肉組は？メス筋肉、このひょろがりも筋肉組か。このひょろがりと、姉さん姉さんも筋肉組なんだ。姉さんと、あとレテンとジャダムとエビフライか。何しての君たち。余った組？はぶられた組か。だからあっち来い、こっち。ネギとトシ。君たちはぶられた組は、この橋渡ったすぐ右だな。この橋渡る人一発つぶがい殴っていかなきゃいけないから、これ。江戸時代でよくあるでしょ。のこ、こう一人入る、通る人は引いてくみたいな感じで。つぶがいを一発殴っていかなきゃいけない。だここだって、この美名集落作って、ここに。君たちどうせ美名なんだから、ネギももう要素ないでしょ、もう。ネギもトシももうこれ以上いける要素ないべ。ネギもトシも残念だけど、もうこれ以上活躍できる要素はない。あと、美名どうだろうな。朝日とかじゃね？朝日。朝日とか何してんの？朝日も連れてくるか。お前何してんの朝日とか。シーズン1ではね、会社作ったけど、君今何やってんだ？君ももう終わりだよ、もう。もう多分何も今のところキャラ付けされてなく、このまま何もできずに終わるぞ。トシ泣いてる。しょうがねえだろ？しょうがねえだろ、もう何もないよ、だって。ただ無駄に名前だけ売れてしまったみたいな。まあいいじゃん、ここで逆に目立てるよ。あと一角か。このアホダレ。まあそうだ、こんなもんだね。喧嘩が始まった。じゃ頑張ってここでネタ作って。割と近いから取り上げられるよ。大丈夫、大丈夫。これちょっとな、あ、そう。ここね、もうちょっとたい焼き帝国、ここ、建造予定地なんで、これ。不正投票作業中。ふざけんな、お前、おい。ふざけんな。たい焼きとウミニャーで、ここ取り合うか。ウミニャーこれ2位だったら、10位内入ったらここウミニャーの家でいいよ。これウミニャーが作ったんだよ、なぜか。たい焼きに勝てばな。我2位ぞ。ふざけてんな、こいつ。たい焼き帝国がここに立つか、それとも、ウミニャーがなぜかここに住むかは、もう投票次第なので。イカオとデポン、その間、この辺ちょっと整備してろ。どうせたい焼き帝国もこの辺ちょっと、隅っこに作ることになるから、もし負けても。この辺ちょっと、たい焼き帝国の準備してな。まだたい焼き組なんだから。あ、そして、ちょっとこの動画の最後になるんですけど、某、とあるね、帝国を作ってた人がいるじゃないですか。シーズン1の初期の頃目立って、そして、次第に落ちぶれていき、本当に嫌われてしまいかねない状況になっているあの男です。彼がね、これからどこに住むか、彼は一体、どこに、ハマスさんいますよ。あ、ごめん、いたか。悪い。ハマスいるわ。すまんな、ハマス。ハマスくんなんですけど、ちょっと見せましょう、どこに住むか。ハマスくんにはまだ打ち合わせしてないんですけど、もうちょっと約束をしててですね、こっちです。ここですね。この山です。ここがファマスの、建築予定地です。題して、ファマス、建築予定地。レインボーシックスシージ。はい。レインボーシックスシージ、ここに作ります。こちらです。レインボーシックスシージという建物を建てるので、ここでお坊さんになってもらいます。
こで彼には頑張ってもらいます。レインボーシックスシージ、ちょっとわかりやすいように、もうほんと彼だけの帝国ここに、これあのお墓ってわけじゃないからね、これ十字になってるけど別に、はい、レインボーシックスシージという、お寺を建ててもらいます。で彼はねここでちょっと懺悔する日々を暮らしてもらって、シーズン2は、うん、もうちょっとチャットもね、もうちょっと何も絡んでこないと、もう最低限ので、ここのお寺で修行をしてもらい、で裁判じゃなくて議会のね、まあそのどうしようかっていう、小太郎が例えばやらかしたと、じゃあ小太郎をどうするかってなった時に、例えば一動画分この寺で修行することといった風なね、区域をね行わせようかなと。このハマス寺でもうお前は何動画分、何日っていうのは存在しないから、何動画分修行すると、一動画分ここにいてくださいとか、二動画分ここにいてくださいとか、もしかしたら10動画分ね、あまりにもひどいと10動画分ここに転送し続けると、ここをリスポのね、ここにしか来れないようにするというふうなことも行われるかもしれないような恐ろしい、お寺になる予定です。じゃあベイ。